おはようございます。今日は11月30日ですよね。11月の最後の日、そして明日から12月が始まり、今年の FX もね、いよいよもう大詰めということで、あと正味2週間、3週間、そうですね、2週間ぐらいしかチャンスがないのかなと思います。まあそんな中、今日はですね、夕方私の町に、まあ、あるね、まあ、トレーダーが来るんですよ。かなりの剛腕のトレーダーです。まあ、その方とのね、まあ、いろいろと詰めの話があるんですけども、まあ、皆さんにもね、FX の、まあ、ちょっとね、これはいい話をお届けできるんではないかなと思います。私もすごくね、期待していて、この前から随分ね、アプローチいただいてるんですけども、非常に楽しみで、今もね、ちょっと LINE が来たところなんですけども、まあ、夕方、15時から16時ぐらいに着くということなんで、その時間を、まあ、フォーカスしてですね、ちょっと待ち構えていようかなと思っております。お楽しみに。で、今日の、まあ、相場解説なんですけども、全体的にもう月足から見ていきましょうかね。月足はもうぐーっと右肩下がり一辺倒で、ずっとセルの方に向かっているよという、大きな時間軸はセルだよということをね、申し上げながら、それに従って、まあ、トレードしていきました。で、現在ね、104円を割りそうなところまで来てるんで、104円、103円の方向へ向かうと。要するに、100円をね、この割る方向に向かっているということなんですよ。まあそれがね、どこまで進むのか、103円で終わるのか、102円で、トレンド転換するのか、まだ見えてこないですけどね、大きな時間軸は大きく売りに入っているということでございます。これを前提にですね、ちょっとチャートの方を見ていきましょう。それではね、いつものように画面を切り替えていきます。はい、これが月足ですよね。ずいぶん前に引いた斜めの線があります。こうですね、この線を越えて上に行くことは結局なかったですね。で、今の動きっていうのが、こういう風な形でございますね。もう、セルだけでいいんじゃないかなっていうのが、このチャートから見ております。思えばね、このチャートも長い付き合いですよね。私も、今度5年目になりますよ。はい。じゃあ、週足の方に行ってみましょうか。はい、これが、週足なんですけども、週足はちょっと動きがありましたよね。レジサポが転換しています。この3点を引いても分かる通り、ほらね、下の方に入っていって、この流れがもう上に弾かれなくなったんですよね。もう下に潜っちゃったんで、こっからはこういう動きが考えられますよね。よくある動きですけどもね。はい、売りでばかりいるわけではありません。時にはね、倍の方向に行くんですけども、ただ大きな時間軸、トレンドが右肩下がりですから、この大きな流れは変えることがありませんよね。ドカーンと突き上げたことがあっても、結局はこちらの方でね、セルの勢いが結局はついていくということで、これからも主にはセルの方向に向かっていくということで間違いないと思います。ただしロスカットを入れて、どこかでダウ転換を起きますからね。これがまあ世の常でございます。次は4時間足ですけども、大きく上に突き上げたと思えば、やっぱりこの天井に当たってですね、下に下がる時が来るわけですよ。下に下がったら N 字を書いて、一方的に下がっていって、横ばいになったかなと思ったらね、これもう一回下がるのかなと思ったら、大きく上に振りをつけて、そして下の方に行くということでございます。ここでも振りをつけたような感じになってますので、おそらく今日、月曜日ですけどもね、取引が始まったら下の方に向かうんではないかなと思ってます。だいたいここまではね、上に向かうことが一時的にあっても下の方に向かうんではないかなって考えてますね。ですので今ね、104円割りそうなところですけども、103円の240に向かいますので、まあ60、70ピップスは今週取れていけるんではないかなと思います。11月31日から12月4日の間で、取っていきますね。で、最後に1時間足です。はい、1時間足ここまで行くよってことですね。ここまで、この辺りまでずーんと下がっていくんじゃないかなということですね。こっからこういうふうに向かってますよね。もうセルで行けばいいんじゃないかと思います。はい、ということでね、どの時間軸を見てもセルしか見えてこないので、もう多くはいらないでしょうね。これが倍に向かった時っていうのはトレンド転換して、今度は倍の流れに入っていくところだと思います。小さな時間軸から順番にですね、こっちの倍の方に向かっていくはずなんですけども、おそらくこのセルの流れでね、円高は止まらないんじゃないかなと思うんですよね。今年中はもうね、円高に向かう方向一辺とセルだけで攻めていってもいいんじゃないかなと思います。まあ、むしろね、倍に向かう時ってどんな時かなっていうふうにこう興味がありますね。ということで、全体的な方針と直近の方針、どちらもセルで
いうことでございます。まあ、今までもねずっとセルで取ってきましたから、これはそのままの勢いのまましばらくいきましょう。もう圧倒的に方向性が変わって倍に向かった時っていうのは、これはね、これは分かりすぎるぐらい分かると思いますね。本日は以上です。